三上奈美のベトナム乱歩へようこそ。本日は私がこのロックダウンステイホーム期間でお家で作った曲を発表したいと思います。とは言っても私は曲を作ることはできるんですけれど、いかんせんアレンジができません。まあアレンジっていうのはね、人が聴けるような曲に仕上げてくる感じ、コードとかを使ったりとか、そんな感じなんですけれど、そういう作業ができないので、今回はホーチミン在住のミュージシャンに頼んで一つの曲を何人かにアレンジしてもらいました。イエーイ。今回はその中から2つのアレンジの曲をご紹介したいと思います。まあ、一つの曲なんですけれど、アレンジというものによって曲は全然違った雰囲気に変わるので、それを改めて皆様にも一緒に体感していただきたいなと思って、今回の企画をご用意いたしました。それでは早速いっちゃおしんちゃお。三上奈美のベトナム乱歩。まず一つ目の曲はジュンさんという方にアレンジしていただきました。この方はホーチミンに長く住んでいるギタリストの方です。結構ベトナム全土でね、あちこちでライブとかもしているような方で、今回このお話をお願いした時にすごい心よく引き受けて、結構すぐに送ってきてくれました。まあ、もともとロックミュージシャンの方なので、ちょっとロックな感じのやっぱり毛色が強いのかなというイメージがありますが、結構いろんな、ね、曲に対応できるタイプの方なので、はい、今回もすごく素敵にアレンジしてくれました。それでは1曲目お聴きください。じゅんさんアレンジのコンクリートに溶けて眠ってしまいたい。私は今も呼吸を止めない。いかがでしたでしょうか。
結構ねこのステイホーム期間で、まあ、みんなね機材とかも完璧じゃない状態で、私もあのアンプとマイクとそのまんま録音している感じなので、なんか普通ちゃんとしたレコーディングの時とかはねちょっといい部分をうまく切り取ったりとかするんですけれど、今回つるっと1曲歌っている形なので、まあ、多少ピッチが甘いところとかもあると思いますが、その辺は広い心で聴いていただければ嬉しいなと思います。そしてお次のアレンジはこちらもホーチミン在住歴の長い愛さんという方のアレンジの曲です。愛さんとはライブとかでもご一緒させていただいたことがあるんですけれど、結構ピアノだけじゃなくってサックスが吹けたりとかですね、あとドラムも叩けたりとかですね、結構マルチな感じのプレイヤーの方なんですけれど、そんな愛さんらしいピアノを中心としたアレンジに仕上げてくださいました。それではお聴きください。愛さんバージョンでコンクリートに溶けて眠ってしまいたい、どうぞ。私は今も呼吸を止めない、コンクリートに溶けて眠ってしまいたい、しょっぱすぎる涙で塩分したところで人生終わらない、今日は昨日から続いてる、過去は記憶の仲間があってく、明日いきなりなど変われない、それでも何かを見たいから、私は今も呼吸を止めない、いかがでしたでしょうか。今回私が2人にアレンジをお願いするときに渡した音源というのは、まあ、BPM というねテンポの速さを決めて、でそれに対して私が歌を歌ったっていうだけの音源なんですけれど、まあ、それだけでイメージを膨らませてここまで仕上げてきてくださいました。どっちも全然違った良さがあって、私もすごい聞いてすごいテンションが上がりました。まあ、打ち込み系の音楽を作る方とかはね、今は結構タクレコとかお家でレコーディングするのが主流となってますけれど、もともとプレイヤーでね楽器演奏したりするっていう方はやっぱりちゃんと録音するってなるとスタジオに行く場合が多いです。
ですが今この期間でねスタジオを借りて録音するっていうこともできないので、まあ、皆様家にある機材の中ですごい仕上げてきてくださいました。本当に感謝です。ありがとうございます。こんな感じでですね、他にもあと2曲分アレンジが、実は同じ曲のアレンジがあります。またそれはね、後々この YouTube で発信していければいいなと思います。まあ、さらに私がこのステイホーム期間中に作った曲が何曲かありまして、そちらもまたそれぞれいろんな方にアレンジをお願いしているので、そちらもですね、まあ、完成しているものもあるんですけれど、まだちゃんと歌を取れてなかったりとかいろいろありますので、ちょっとずつこの YouTube でご紹介していければいいなと思います。まあ、基本的には YouTube だったり Instagram とか、まあ、Twitter とかもね、人前に出るような SNS とかではあんまりなんかしょんぼりしたような姿とかも見せたくないなっていう変なプライドとかもあってですね、割と元気にやっていて、まあ、元気に生きている方なのかなとは思うんですけれど、やっぱりちょっとすごいしょぼーんってしたりとかね、もう先が見えないので結構しんどくなったりとかすることも多くって、特に今ねこうやってホーチミンに残っている人とかは同じような気持ちになる方も多いんじゃないかなと思います。なんか経済活動が復活したところで今までみたいな日常は戻ってこないのかなとかっていうのをなんか改めて痛感するみたいなことが結構あるんですよね。欲しいものがねうまく手に入らなかったりとか、なんか家で何かをするにもそういったちょっとした材料とかを手に入れる術がないとか、そういう期間もねすごい長かったりとかして、なかなかのストレスが多い期間だったのかなとは思うんですけれど、こうやってね歌に昇華することでちょっと自分の中で一つ、あ、これも必要な時間だったんだなって自分の中で納得できるような感じがして、なんかそういう意味でやっぱ音楽やってて良かったなと思いました。でね、また自分一人で作ったっていう感じじゃなくって、こうやってホーチミンで同じようにじっと耐えている方々に助けてもらって、でなんか自分の表現したいものをこうやって発信していけるっていう環境は本当に良かったなと思います。今回はこんな感じの曲でしたが、あと1曲はですね、もうちょっと明るい感じ、私の中では明るいんだけど周りから聞いたらあんま明るくないのかな、なんかそういう感じの、まあ、前向きになろうっていう、自分を前向きにしたいがために作った曲と、あともう1曲、怪しい、これはなんかちょっとアングラ感全開の、まあ、ザ・三上奈美アングラワールドみたいな感じの曲とあるんですけれど、はい、そちらもぜひ楽しみにしていてください。というわけで本日も三上奈美のベトナム乱歩ご視聴いただきありがとうございました。最後は奈美奈美じゃんけんじゃんけんぽい、また会いましょう、バイバーイ。クリートに溶けて眠ってしまい、タイが書けなかった。